センメルベイス、イグナーツ・フィレプ、または、イグナーツ・フィーリップ・ゼメルバイスは、ドイツ系ハンガリー人、アッパーアルファ2の医師。消毒法の先駆者として知られ、母親たちの救い主とも呼ばれる。19世紀中頃には、三熟熱の発生数が多く、散布の死亡率も高かった。特に、ウィーン総合病院第一参加では、 一般的な助産師による出産と比べ死亡率が3倍も高くなっていた。ここに勤務していたセンメルベイスは、産熟熱の発生数を調査し、1847年、3回がジア塩素酸カルシウムで手を消毒することで劇的に、産婦の死亡率を下げることができることを発見し、d e t ア a ジー デアビッグラフウントダイプロファレイクシスで、キンドベッドフィーバースと題した本にまとめて出版した。センメルベイスは、手洗い法が死亡率を1%未満にまで下げられる科学的な証拠を数多く示したが、この方法は当時の医学界に受け入れられず、むしろ彼に怒りを示したり嘲笑したりする意思さえいた。1865年、センメルベイスは、神経衰弱に陥り、 精神科病棟に入れられた。そして、ここで衛兵から暴行を受けた、際の傷が元で、で、47歳にして、脳血症で死去した。しかし彼の死後数年を経て、ルイパスツールが、最近論を、ジョセフ・リスターが、消毒法を確立し、センメルベイスの理論は広く認められるようになった。母、ミュラー・テレーズと、父、センメルベイス、ヨージェフ・センメルベイス、 イグナーツセンメルベイスイグナーツは1818 18年7月1日にブダ近郊のタバーンで生まれた。父ヨーゼフはキスマルトン出身のドイツ人で1806年にブダで店を開く権利を得てタバーンのメインドルハウスに住むバイソンエラ本店という店を構えスパイスと一般消費財の卸売を始めた。ヨージェフの商売は成功し1810年までに 車大工、ミュラー・フィレプの娘テレーズと結婚した。イグナーツは、この夫婦の10人の子供のうち5番目の子であった。センベルベイス・イグナーツは1837年に、ウィーン大学で法学を学び始めたが、翌年に、医学へ転校した。その理由は分かっていない。彼は1844年に博士号を取ったが、内科の職を取れなかったため参加を専門にすることに、した。 彼の死には、カール・フォン・ロキタンスキー、ヨーゼフ・シュコダ、フェルディナント・フォン・ヘブララがいる。テヘラン大学にあるセンメルベイスの共造1844年7月1日、センメルベイスは、ウィーン参加病院の研修医の助手となり、ついで1846年7月1日、センメルベイスは、ウィーン総合病院第一産院のヨハン・クライン、教授の助手となった。これは、 現在のチーフレジデントに近い地位であった。彼の仕事は、教授の改心の準備のために、毎朝患者の検査を行い、南山の指揮をとり、学生に教えるなどで、記録を取る、事務的な仕事も受け持っていた。しかし、同年10月20日、前任者のフランツ・ブライト博士が突然戻ってきたため、センメルベイスは降格させられた。翌1847年3月20日に、 フランツ・ブライト博士が中便ンの大学教授に転任したため、センメルベイスは元の職に復帰した。参加の制度は、非着室死が殺される問題に対処するために、ヨーロッパ全土で導入が進んでいた。恵まれない環境の女性でも、無料で医療が受けられる代わりに、産婦たちは医師や助産師の訓練台とされた。ウィーン総合病院には2つの参加があり、第一参加では、 産婦の10%が産熟熱などにより死亡していた。一方で、第二産加での死亡率は4%に満たず、この際は院外にも知れ渡っていた。量産加は日替わりで診療を行っていたが、妊婦たちは評判の悪い第一参加よりも第二産加にかかりたがった。センメルベイスによれば、女性たちが医師たちの足にすがりついてまで必死に、 第一産科に回されないようこうたという。中には、病院に行く途中で生まれたと称して、院外で出産する妊婦もいた。彼女たちは、産院で出産すること自体に理を見出さなかったので、ある。センメルベイスは、むしろこうした街中で出産した場合の方が、産褥熱にかかる例が少ないという事実に困惑した。私には、街中で出産する妊婦の方が、少なくとも、 産院で出産する妊婦よりは健康を損ないやすいという方が理にかなっているように思えた。一体何が産院の外で出産するものを破壊的で不明なフード病の影響から守っているというのかまたセンベルベイスは自分の所属する第一産科が第二産科よりはるかに高い死亡率を出していることにも悩まされていた。このことは まるで生命が無価値であるかのように私を惨めな気持ちにさせた。一見して二つの参加の技術には大きな差異はなかった。センメルベイスはごく細部の才を宗教的な部分すら含めて見つけ出そうとした。結局大きな違いは働いている人間が違うということだけだった。第一参加は医学生の教育のための委員であるのに対し、 第2参加では1841年に選ばれた助産婦だけが勤務していた。ウィーン総合大学の第1参加、第2参加における1841年から1846年までの患者死亡率の推移。総じて第1参加の死亡率が第2参加を上回っている。まずセンメルベースは人間の過密具合の際を除外した。いつも 第二酸化の方が混み合っているのに死亡率は低いからである。また、気候条件も両産化で同じであるため除外された。大きな進展が起きたのは1847年である。この年、センメルベイスの友人でもあった同僚のヤコブ・コレチカが三熟熱で死亡した患者の遺体の検体解剖を学生らに指導していた際に誤ってメスで指を傷つけてしまい、 その後自身が三熟熱に似た症状を発して死去してしまった。センメルベイスはここに死体の汚染と三熟熱との関係を見出した。最終的にセンメルベイスは手についた微粒子が第一酸化の中で解剖室から患者に移されているのだと結論付けた。この考えは死亡率の低い第二酸化の見習い助産師が解剖に参加せず、 遺体と接触していないことにも裏付けられていた。当時、ウィーンではまだ最近の概念が受け入れられていなかった。そのため、センメルベイスは未知の死体粒子が三熟熱を引き起こすのだとした。彼は、その解決策として、解剖室での仕事と患者の検査の仕事の間で、サラシコを使って手を洗浄する、という消毒法を提示した。彼が、 ジア塩素酸カルシウムを選んだのは、産直熱遺体を取り扱った後の解剖台の匂いを消すのに、塩素消毒が最も効果的であったことから、ジア塩素酸カルシウムには、死体の有毒で汚染された粒子を消す働きがあるのではないかと考えたためであった。1847年4月の時点で、第一参加の死亡率は18.3%であった。 5月半ばにセンメルベースの手洗い消毒が導入された後、6月には2.2%、7月に1.2%、8月に1.9%と劇的な死亡率低下が見られた。さらに解剖の場にも指導が入ったことで、翌年には2回も月間死亡率0%を達成する快挙を成し遂げた。センメルベースの仮説は、突き詰めると清潔さが 三熟熱を撲滅する唯一の鍵であるというものであった。この考えは当時としては極めて急進的なもので、他のほとんどの医師には無視されたり否定されたりし、嘲笑を受けすらした。センメルベイスは政治的な理由で病院を追われ、ウィーンの医学会からも追放されて、故郷のブダペストに帰らざるを得なくなった。センメルベイスは医学会からの冷淡な反応に憤慨し、 ヨーロッパ中の主要な三階たちに向け、彼らを無責任な人殺しだと非難する怒りの手紙を出した。しかし彼の妻を含む同時代の人々は、センメルベイスが発狂したとしか思わず、1865年に彼を精神病院に入れた。そのわずか14日後、センメルベイスは衛兵に暴力を振るわれてできた傷がもとで、敗血症で死去した。彼の死から1年後、 フランスのルイパスツールが病気と細菌に関する理論を確立し、センメルベースの理論の裏付けとなった。現在ではセンメルベースは殺菌消毒法の先駆者として評価されている。1841年から1849年までの第一産加における三熟熱の死亡率の月ごとの推移。センメルベースが 塩素消毒法を導入した1847年5月半ばから劇的な加工が確認できる。センメルベイスの発見は当時の科学界や医学界の常識とは相入れないものだった。人体についてはまだ4体液節の影響が根強く残り、病気の治療といえば射血が主であった。当時の医学書ではあらゆる病気は体内のバランスが崩れて起こるものであると説明されており、 患者ごとに、その、バランスの崩れ方を見極めるのが、医者の仕事だった。また、三熟熱で死亡した女性の遺体を解剖すると多岐に、渡る症状が確認できたことから、三熟熱は一つの病気ではなく、未定義の様々な病気の総称であると、考えられていた。センベルベースの成果が拒絶された現象は、顔面な保守性の例として、心理学的分析の対象とされている。 また科学野の中には、画期的な科学的発見には、不特定多数の科学者たちからの反発がつきものであり、科学の進歩を阻害する、最も恐るべき障害となると指摘している者も,もいる。結局、センメルベイスの考えは、当時の医学界で拒絶された。彼の説は、より些細な点で反発を招いた節があった。例えば社会的に高尚な地位にある紳士を辞任する一部の、 医者たちは自分たちの手が不清潔なのだと示唆するようなセンメルベースの説を受け入れがたかったのであるアッパーアルファーさん。またセンメルベースは自分の説に十分な科学的説明を与えることができなかった。それが可能になるのはルイパスツールやジョゼフ・リスターらが最近論を確立する数十年後のことであり、センメルベースには時代的制約があった。 1848年の間に、センメルベイスは、自身が関わる、あらゆる患者に触れる際に、自身の手洗い消毒法を実践し、時系列的に死亡率の推移を記録することで、三熟熱が駆逐されていく様を示した。可能連鎖球菌は、三熟熱と総称される妊婦の熱病の主原因である。健康な人でも、喉や咽頭によく見られる。 1847年までにセンメルベイスの研究はヨーロッパ中に広まりつつあった。彼とその生徒たちは、主だった参加病院の理事たちに手紙を書き、研究成果を伝えた。オーストリアの主要内学雑誌の編集者だったフェルディナント・フォン・ヘブラは、1847年12月と1848年4月の2度に、渡り、市場でセンメルベイスの発見を紹介した。 ヘブラは、この発見が、エドワード・ジェンナーの首都法発明に匹敵するほどに重大なものであると主張した。1848年後半、センメルベイスのかつての教え子の一人が、彼の業績の解説書を出した。これは、ロンドンの王立医学、外科協会で紹介され、有名な医学雑誌ラ欄セットに書評が掲載された、アッパーアルファー4。数ヶ月後には、 また別の教え子が書いた同様の解説がフランスの雑誌に掲載された。ウィーンにおける劇的な死亡率低減という成果がヨーロッパ中を駆け巡ったことでセンメルベイスは塩素消毒が広く受け入れられ何万もの人命が救われると思っていた。しかし彼の元に届く反応の中には後のトラブルの予兆とも言えるものがあった。彼の説に触れた医師の中に 明らかにこれを誤解する者がいたのである。例えばイギリスのジェームズ・ヤング・シンプソンは、センメルベイスの研究は1843年に三直熱が伝染性であることを示唆したオリバー・ウェンデル・ホームズの研究と対して違いがないと考えた。センメルベイスの研究に対する初期の反応は、このように彼は何も新しいことは言っていないというものが主であった。 センメルベイスの研究の真に画期的だった点は、三熟熱患者から発する特定のものに限らない、あらゆる腐敗性有機物について、継承を鳴らしたところにあった。それが無視されてしまったのは、彼の研究成果が、同僚や教え子たちなどによる二次的な形でしか発表されなかったところにも問題があった。この大事な時に、センメルベイス自身は、 まだ一つも自身の成果を著述し発表していなかったのである。こうして初期に広まってしまった誤解のためにセンメルベイスの発見は19世紀を通じて疑義を呈され続けてしまったのである。一部の文献ではセンメルベイス自身が自説をウィーンの学会と共有したり出版したりするのを避けていたということを強調している。1848年。 ヨーロッパ中で革命の嵐が吹き荒れた。この政治的な混乱がセンベルベイスのキャリアにも影を落とすことになる。3月13日、陪審員裁判の導入と表現の自由を求めるデモが起きた。その中心となったのが医学生と若い教員、それに郊外から来る労働者たちだった。2日後にハンガリーでもデモと放棄が起きて革命へ発展し、 支配者であるハプスブルク家のオーストリア帝国政府との全面戦争に突入した。ウィーンでは最初のデモをきっかけとして数ヶ月にわたるゼネストが行われた。センメルベイスが1848年の一連の騒乱に関わっていたことを示す証拠はないが、彼の兄弟のうちの数人はハンガリーの独立運動に参加し処罰されている。センメルベイスも、また、 ハンガリー出身であることから革命に好意的だったのではないかと考えられている。対してセンメルベースの上司であるヨハン・クライン教授は保守的なオーストリア人でハンガリーやチェコなどのオーストリア帝国内の革命の動きを憂慮していた。そのためクラインはセンメルベースを信用しないようになっていた。センメルベースの第一病院の助手としての人気が切れようというとき、 おそらく、クラインの差し金で、カール・ブラウンが女帝職に名乗りを上げ、センメルベイスとポストを争うことになった。ちなみに、センメルベイスの前任者、フランツ・ブライトは2年の任期延長を認められていた。センメルベイスも、同様に、任期延長を申請し、ヨーゼフ・シュコダや、カールフォンのキタンスキー以来学部内の大部分の支持を得ていたが、クラインはブラウンを次の助手に選んだ。 センメルベイスは1849年3月20日の人気切れをもってウィーン総合病院第一参院を後にすることになった。この日、センメルベイスはウィーン当局に参加の志向士となるための認可を求めた。これは私的に学生を教え一部の大学学部に出入りすることを許される資格であった。しかし最初の彼の申請はクラインの反対により却下された。 それでも、再申請したものの、1850年10月10日まで18ヶ月も待たされた挙句、得られたのは、理論参加の試行士の資格であった。しかも遺体への接触や調査を禁じられ、生徒に教えるにも革製のマネキン人形をしか使うことを許されないという、極めて制限されたものであった。こうした条件を知らされたセンメルベイスは、数日のうちに、突然ウィーンを去り、 ペシトに帰った。友人や同僚にも引き止められることを避けるためほとんど別れを告げていなかった。彼自身は、ウィーンを離れたのは、ウィーンの医学界の主流派とやっていく中での沸満に耐えられなかったためであると記している。センメルベイス・イグナーツとマリア・バイデン・ホーファーの結婚肖像が1848年から1849年にかけて、 ハンガリーでは7万人のオーストリア帝国軍が革命、独立運動を鎮圧し、指導者たちを処刑内し逮捕し、ペシトの一部を破壊した。センメルベイスがウィーンから帰ったのは1850年のことであまり歓迎されることはなかった。1851年5月20日、センメルベイスはペシトの小さなロックス病院の名誉委員長に就任した。 無報酬で取るに足らない役職だったが、彼は1857年6月まで6年間、この地位にいた。この病院でも三直熱が横行していた。ペシトに帰って間もない1850年にこの院を訪れた時、センメルベイスは一つの死んで間もない遺体と苦しむ患者たち、そして中でも4人の病状がひどい患者たちを目にした。センメルベイスは1851年のうちに、 この病を病院からほとんど駆逐した。1851年から1855年にかけて933人が出産した中で死亡したのはわずか8名であった。こうした明らかな実績を出しても彼の説は他のブダペストの参加たちに受け入れられなかった。ペシュト大学の参加教授エデ・フローリアーン・ビルイも三直熱は 患者の腸の不衛生の結果であると信じ続け、センメルベイス説を採用することはなかった。そのため、主流派の腸の下下による治療が変わることはなかった。1854年にビルイが死去すると、センメルベイスはその公認に名乗りを上げた。しかし、ここでも、かつて、クライン教授の助手の地位を奪った宿敵カール・ブラウンが対抗馬となり、 主にハンガリー人の同僚などからセンメルベースを上回る指示を集めた。1855年、この職は最終的にセンメルベースが勝ち取ることになった。と言ってもそれはセンメルベースの業績が認められたからではなく、ウィーン当局が介入してきてハンガリー語を話せない、ブラウンがペシット大学の教授に就くことを認めなかったためであった。教授となったセンメルベースは、 ペシュト大学の参院に塩素消毒を導入した。ここでもその効果は絶大であった。1857年、センメルベイスはチューリッヒ大学から参加の教授職への誘いを受けたが断った。同年、彼はペシュトの成功した商人の娘で19歳年下のマーリア・バイデンホーファーと結婚した。二人の間には5人の子が生まれた。センメルベイスの主張。 D. アシュアラジー、デアビッグラフウントダイプロファレイクシスで、キンドベットフィーバース、1861年三熟熱の歴史的死亡率。1861年の著作の中で、センメルベイスは1823年に、ウィーンの参科医院で病理解剖が行われて、以降に知死的な三熟熱が増加したことを示した。1847年に、センメルベイスが、 塩素消毒を導入してから死亡率は劇的に減少している。ちなみに病理解剖などが行われなかったダブリンの参加委員のデータでは同じ年代でも低い死亡率のまま推移している。大陸と比べイギリスではセンメルベイス説は比較的よく受け入れられた。といってもイギリスの参加委たちは彼の理論を理解したわけではなく、 単に彼ら自身の説を補強するものとしか見ていなかった。典型的なのが著名な3回、ジャーナリストのウィリアム・タイラー・スミスで、彼は解剖室から流れ出した正気が三直熱を引き起こすことをセンメルベイスが決定的に見抜いたなどと主張した。1848年のセンメルベイスの書簡に対するイギリスからの最初の反応は、ジェームズ・ヤング・シンプソンの辛辣な書簡であった。 イギリスでは、三色熱を接触伝染性の病であると突き止めるところまで研究が進んでおり、シンプソンは、ウィーンのセンメルベイスがそうした研究を全く知らなかったのだと推測し、彼の先進性に気づけなかった。1856年、センメルベイスの助手ヨーゼフ・フライシャーが、ロックスやペシトでの塩素消毒法の成果を、ウィーンの週刊医学雑誌に投稿した。 編集者は、皮肉たっぷりに、今こそ、塩素消毒理論に対する誤解が解かれるべきである、という書簡を載せた。2年後、ついにセンメルベースは、自分の手で、三熟熱の病原学と題した、研究書を出版した、アッパーアルファー5。さらに2年後には、私とイギリスの医師たちとの間の三熟熱に関する、見解の際と題した論文を出版した、アッパーアルファー6。 そして1861年には自身の研究の集大成となる三熟熱の病理、概要と予防法を刊行したアッパーアルファ7。この本の中でセンメルベイスは世間での実説の需要の遅さを嘆いている。多くの行動で伝染性三熟熱に関する講義と私の理論をめぐる議論が鳴り響き続けている。刊行されている医学書の中で私の説は 無視されるか攻撃されるばかりだ。ビュールツブルグの医学部など、私の説を拒絶する内容の1859年の先行論文を表彰までしている。アッパーアルファー8カール・ブラウンは教科書の中で三熟熱の原因を30も挙げたが、その中で死体からの感染に触れているのは28個目のみであった。他には妊娠そのものの問題や尿毒症、 子宮拡大による多臓器への圧迫、感情的なトラウマ、食事、恐怖、空気感染などといった原因が挙げられていたアッパーアルファー Q。こうしたセンメルベースに対する反発にもかかわらず、ブラウンが第一委員の助手の地位にいた1849年4月から1853年夏までの間も、第一委員での死亡率はセンメルベースの頃とあまり変わらない低い水準を保っていた。 このことは実はブラウンも熱心に塩素消毒法を実践していたことを示唆している。ドイツの医師や自然科学者が集まった会議の場で大部分の発表者はセンメルベイスの理論を否定した。反対者の中には当時の病理学会最高の権威を誇るルドルフ・フィルヒョウもいた。このことはセンメルベイス説が認められなくなる重要な原因となった。 ペシュト大学でのセンメルベイスの前任者、エデ・フローリアン・ビルイも、生涯にわたり、三熟熱は、患者の腸の不衛生の結果であると信じ続け、センメルベイス説を否定していた。プラハの三回、アウグスト・ブライスキは、センメルベイスの本を、世間知らずとこき下ろし、参加神学のクルアーン、コーランなどと呼んで皮肉った。彼は、センメルベイスが、 三熟熱との汚血症が同一のものであると証明していないと批判し、病理学の上では、センメルベイスが主張する以外の要因も確実に含めて考慮されるべきだと主張した。コッペンハーゲン参会委員長、カール・エドバルド・マリウスレビは、センメルベイス説で想定されている死体粒子なるものについての科学的な検証が留保されていることを指摘し、また、標本数が話にならないほど、 少ないなどと告評した。この点については、後にロベルト・コッホがあらゆる病原は生きている人体の中でも生産されうるもので科学的でも物理的でもなく生物学的に確認できるものであることを示している。もしセンメルベースがより効果的に研究成果を発表し敵対する主流派にうまく対処することができたならば、同様の抵抗があっても医学界により、 大きな影響を与えられたのではないかとも指摘されている。1862年の著作すべての参加教授に向けた公開書館1861年初書センメルベイスは多方面からの激しい攻撃を受け、深刻な打つ方針状態に陥っていた。1857年の肖像画と1864年の肖像画を見比べると、7年のうちに彼は明らかに、 吹け込んでいるアッパーアルファー10。彼は他人とのあらゆる会話の中で話題を三直熱の方向に向けようとしたという。1861年の著作に批判が寄せられると、センメルベイスは公開書簡の形で反論したアッパーアルファー11。その宛先は、ヨーゼフ・シュペート、フリードリヒ・ビル・ヘルムス・カンゾーニ・ホンリヒテンフェルス、エドアルド・カスパー・ヤーコプ・ホンズ・イーボルト、 その他、すべての3回となっていた。それらの書簡の内容は、悲痛と絶望、怒りに満ち、極めてポレミック的でこの上なく、攻撃的で、センメルベースの批判者たちを無責任な殺人犯だとか、無知であるなどと罵るものだった。また、スイーボルトに対しては、ドイツのどこかで、ドイツの3階たちを集めたフォーラムを開催するよう、要求し、自分は、 全員が自分の説に倶えするまでそこに居座る、と述べた。1865年半ばにはセンメルベイスの過激な対外行動に周囲の仲間たちも苛立ちと困惑を隠せなくなった。またこの頃からセンメルベイスは旅を過ぎた大酒を煽るようになった。次第に家族と過ごす時間が少なくなり、時には売春宿に入ることまであった。 妻のマリアも、夫が上気を逸した、性的行動を取るようになった変化に気づいていた。1865年7月13日、センメルベイスの家族は友人たちのもとを訪れたが、その間のセンメルベイスの行動はいよいよ異常の、極みに達したようである。何がセンメルベイスの苦悩の中心にあったのか、という問題は議論の対象となっているが、彼の伝記を書いた稽古デルカーターは、 何からかの本質を乱すことはできないとしている。センメルベースの精神失調の本質を見極めることは不可能である。急速な認知の衰えと気分の証拠を引き起こす、地方の一種であるアルツハイマー病を患った可能性がある。数千人の女性を無料で診療した当時の3回がよく感染した梅毒の第3期の症状かもしれないし、過労とストレスによる 情緒的な疲弊だったのかもしれない。1865年、センメルベイスの同僚で、彼の家庭医でもあったヤーの素晴らしさが、センメルベイスを精神病院に送るための文7月30日、フェルディナント・フォン・ヘブラが彼の新しい機関に招くと称して、センメルベイスをおびき出し、ウィーンのラツレートが捨てにあった精神病院に送り込んだ。事態に気づいたセンメルベイスは、 脱出を試みた。しかし数人の衛兵にひどく殴打され、高速用着せられ暗闇の独房に監禁された。精神科での治療として、彼は、冷水でずぶ濡れにされたり、下剤であるましいを飲まされたりした。そして2週間後の1865年8月13日、センメルベイスは、右手の傷のエソが元で死去した。47歳だった。この傷は、脱走を図った。 才のものだった可能性もある。検視の結果、死因は、脳毒症、敗血症であったという結論が出された。1865年8月15日、ウィーンで埋葬された。葬式に出席したのはわずか数人だった。ウィーンやブダペストのいくつかの医学史には、簡潔な訃報が載せられた。ハンガリー医学、自然科学協会には、その年に死去した会員を称える記念公演を、 開催する、胸の規定があったが、その年の記念公演でセンメルベイスの名が言及される、ことはなかった。ペシト大学の参加委員の役職の公認には、ヤーノシュディーシャーが認じられた。間もなく患者の死亡率は6倍の6%に、跳ね上がったが、それについて、ブダペストの医師たちは何も語らず、問い合わせや抗議もなかった。ウィーンでも、 ブダペストでもほとんど誰もがセンメルベイスの生涯と業績を認めようとしなかった。センメルベイスの遺骨は1891年にブダペストへ移された。1964年10月11日には彼のかつての成果へと移された。この家は現在はセンメルベイスイグナーツを記念した歴史博物館、図書館となっている。シャーレに手を当ててついた。 微生物を培養した実験。A は一切消毒していない手。B は石鹸で洗った手。C はアルコール消毒を行った手によるもの。センメルベイスイグナーツが描かれた1956年、ドイツ連邦郵便発行10プラス5ペニ引きって、センメルベイスの塩素消毒法は、おそらく彼が思っていた以上に強力であった。ドイツを中心に、 少なくない数の医師が手洗いを積極的に実践した。ところが、彼らもまたセンメルベイスの真に、画期的だった点、すなわちあらゆる伝染病は、不清潔からもたらされる、という原則を無視していた。例えば、キールの参加教授グスタフ・アドルフ・ミハイリスは、センメルベイスから提言を受けて肯定的な返信を送り、その理論の最初の実践者となった。しかし彼は、 不清潔な病室で出産直後の10枚を診療した、結果、彼女を死なせてしまい、深く責任を感じた末に、自らの命をもたってしまった。センベルベイスの理論が、科学的な裏付けを得て正しく理解されるようになったのは、その死後20年を経て、ルイパスツールが細菌と病気の関係を突き止めてからで、あった。センベルベイスとその説がたどった経緯は、 しばしば認識論など科学哲学の分野でも論じられている。それはまさに経験論と実証主義が試された場であり、何が科学的と見られ、何がそうでなかったのかという問題の実例を示しているのである。皮肉にもセンメルベースの批判者たちは実証主義者を自認していたのであるが、同時に、 彼らは理論の中の死体粒子が人間を死体に変えるというような非科学的に見える部分にとらわれ本質を乱すことができなかった。同時代の実証主義者たちからはセンメルベイス説は以前の迷信的な理解への先祖返りにしか見えなかったのである。ブダペストのセントロークシュ病院に立つセンメルベイス増中説に反する新たな知識に触れた人間がそれを 反射的に拒絶する現象は、センメルベイス反射として知られている。これは、自らの説が、同時大臣によって、嘲笑の的になり、拒絶され続けたセンメルベイスの名を取った用語である。他にもセンメルベイスは、以下のような場で知られ、またその名を残している。ありがとうございます。